情報時代の主役、コンピューター。国産の電子計算機もここまで成長しましたと、コンピューターショーが開かれました。呼び物はコンピューターと見物人の知恵比べ。あなたの誕生日はいつですか？これはコンピューターが描く誕生月の花。ちょっと信号を送れば東京タワーでも舞妓さんでもお望み通り。考えられる限りのプログラムを記憶させておけば、人間の運勢だって答えます。さて、吉と出るか凶と出るか。運勢を識別するじゃんけんゲーム。こちらはコンピューターに詰め子の挑戦です。人間による対話形式のディスプレイによって、実現しているものでございます。コンピューターに褒められて思わずにっこり。再度の挑戦となりましたが、次は電車の運転能力テスト。ブラウン管に映し出される線路を走ります。無限の可能性を秘めた国産コンピューターの隠し芸大会でした。先週の思いで家族たちは待っていた。ついで飛騨号は羽田へ。誰もが思ったより元気だった。午前9時過ぎ、山村次官と石田、江崎、相原の三乗員を乗せた淀号は、実に122時間ぶりに帰還した。国産場内にあるステーションを指定して一応いたしましたけれども、その120分で、それで応答した局の名前が不明でございましたけれども、形状のアプローチは 131.4 であるから、コンタクトをしろと。下からは、平壌のアプローチであると。今から平壌飛行場へお前たちを誘導する。その時点におきましては、私は平壌の場所と信じておりました。平壌のファイナルコントロールだということをはっきり言っておりました。第2の淀号事件は絶対に出してはいけない。11月25日、作家三島由紀夫は自分が作った民間防衛組織盾の会の隊員4人を連れ、東京の陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入した。真下東部方面総監を縛り上げた三島は、集まった自衛隊員を前に最後の演説をした。
戦闘開始が不可能だったんだ。分かるか、この理屈は。我が家、戦闘を守る軍団になってしまったんだよ。去年の実戦に1から1年間、これは自衛隊の本能を待った。もうこれで憲法改正のチャンスはない。自衛隊の軍事は見えない。これは4年待ったんだよ。これは4年待ったんだ。自衛隊が立ち上がるよ。2000人の隊員のヤジと怒号の中で声を振り絞った演説も通じなかった。再び総監室に戻った三島は盾の会の制服を脱ぎ覚悟の恰幅自決を遂げた。若くして分断に名を挙げ、ボディービル、映画出演、自衛隊への体験入隊など、彼は行動する文学者として絶えず話題を呼んだ。中でも、戦場を持たない軍隊といわれる盾の会の結成は世間を騒がせた。ユニークな制服に身を包んだ若者たちの行進。盾の会は、民間防衛の実験組織である。昨年、東大全教頭との討論集会で語る三島由紀夫。防護的にボートを鎮圧して射撃するのは自衛隊の任務である。私は自衛隊の一員じゃありません。自衛隊には大変お世話になって尊敬してるけれども私が行動を起こすときは結局諸君と同じ非合法でやる他ないんだ。非合法で決闘の思想において人をやればそれは殺人犯だから、そうなったら小森さんに捕まらないうちに自決でも何でもして死にたいと思うんです。武士道精神の復活を叫んだ三島由紀夫の壮烈な死。彼は現代の日本に何を望み、何を語ろうとしたのだろう。
思って知らせるんで。